星野康氏、星野康氏、星野康氏、1909年6月18日から1986年7月25日は、日本の電気科学者、東京工業大学名誉教授、名前の英文表記、安氏・星野。群馬県瀬田郡黒骨村、現、霧竜市黒骨町出身、人造変更版、次期録音読書記の発明者、 数々の特許を申請し、特許数は日本国内で58件、海外、アメリカ、イギリス、ドイツ各国で59件。日本最初の塗布型磁気テープを作成し、磁気テープの父と呼ばれた。例年にわたり、固体電気化学、エレクトロニクス材料科学の教育に従事し、科学技術者の養成と学術、技術の発展に努めた。研究領域は、 腎臓変更版、変更フィルターと磁気テープにより代表を去る磁気記録体や新型磁気記録装置の光学並びにエレクトロニクスの2分野に大別される。全校の発明品は、ウラン鉱石の品質鑑別や変更立体映射装置、蛍光管、磁気録音読書機、シートレコーダーの誕生につながった。 また一早くステルス製の研究に取り組み1943年には世界でも先駆的にフェライト、主にマグネタイトが優れた電波吸収体あることを実証した。1934年、昭和9年3月東京工業大学、旧性電気科学科を卒業し、1934年、昭和9年5月同大学で女子となり、1940年、 昭和15年7月堂大学助教授を経て、1953年昭和28年11月堂大学教授に就任した。1945年昭和20年11月工学博士の学位を授与されている。1970年昭和45年3月堂大学を定年退官し、1970年昭和45年4月堂大学名誉教授の 称号を授与された。1970年、昭和45年、京都で開催された第1回国際フェライト会議で、時期記録部会議長を務めた。1978年、昭和53年10月、科学技術教育に貢献し、また、人造変更版の研究ならびに、時期記録体の研究、時期録音読書記の発明を行い、 日本の電子工業の発展に貢献するところ大で、あるとの理由で、科学振興会より、加藤記念賞を受賞した。1980年、昭和55年、第3回国際フェライト会議でも、時期記録部会議長を務めた。1981年、昭和56年4月、君山島局実中受賞を授与された。 1986年、昭和61年7月25日没。同日付で生4人に除された。2005年、平成17年6月、群馬県瀬田郡黒骨村、元気粒子黒骨町の名誉村民に選ばれた。腎臓変更版、変更フィルターについての研究は、星野康氏が我が国でいち早く着手した研究であり、 人造変更版の製造方法、普通の光、自然光を変更版を透過させると、なぜ振動方向が一方向のみに制限されたもの、変更になるかという変更機構の解明、変更版の応用方法の三部門にわたって行われた。1938年、昭和13年に星野の研究をもとにして、日本最初の変更版製造が三菱電機。 大船工場によって行われた。航空機からの潜水艦の確認は、海面の反射まばゆ、光が邪魔となり困難であったが、変更版を備えた変更メガネを用いることにより、その障害を除去することができたので、第二次世界大戦中、この変更版は海軍で大量に採用された。星野は海軍技術研究所の食卓として、同工場で技術協力を行った。 研究の初期においては、硫酸キニーネとヨウ素との化合物ヘラパタイとハリ状、微結晶を合成樹脂マトリックス中に結晶軸を一定方向に揃えて無数に配列した竹結晶型変更板を製造して、その光学特性並びに変更機構の研究を行った。また、要素並びに種樹の染料をミセルを低方位配列させた。 高分子フィルムにが安心させた時発生する変更作用、繊維二色性につき研究した。これは高分子型変更版と呼ばれるもので、今日広く実用されている変更版製造における先駆的な研究であった。研究の過程で、副次的にいくつかの発見、発明も行われた。そのうちの一つは、紫外線2537オングストロームの波長の 物を順に一本だけ取り出す性能を持つ紫外線フィルターの製造方法を発明したこと、並びになぜそのような作用が可能なのかの説明を与えることができた理論的研究である。この紫外線フィルターの実用面の一つは、ある種のウラン鉱石の剪定、間別に、それが極めて有用なことであった。1945年、昭和20年12月、 GHQ 経済科学局は、その製造方法を知るためその実物提出を要求し、星野の学位請求論文に、その記載があったのでその全文を英訳した。変更版の応用については、湾曲変更版を考案し、また、変更立体映写装置の開発に努めた。フェライトは酸化鉄を主成分とする複合酸化物で、 東京工業大学の加藤よごろう教授の下で研究していた竹井武助教授によって1930年昭和5年に発見され幅広く工業化された磁性材料である。フェライトを応用した磁気テープや磁気ディスクなどの磁気記録媒体は星野康氏により日本で初めて本格的な研究が始められた。当時竹井武氏の研究グループのメンバーであった星野康氏は 以前から磁気記録に興味を持っていた。磁気記録は1898年デンマークの技師、ポールセンによって最初の特許が出願された。この時の記録媒体には鋼のワイヤーが使われていたため、性能が低く実用化には遠かった。磁気記録の性能が向上して、声の記録に使われるようになったのは、フェライトの一種である磁性酸化鉄の粉末をテープに塗布した。 記録媒体が出現してからである。星野は1932年、昭和7年にはすでにフェライトの円盤を使って磁気記録の研究を行った。1948年、昭和23年には日本最初の塗布型磁気テープを作成し、音声の記録を行った。これはマグネタイト粉末を硝酸セルロースのバインダーに分散し、上質紙に塗布したものであった。 星野は、その後、ガンマ酸化鉄磁性微粒子を使うと記録特性が、著しく向上することを見出し、1951年、昭和26年第8回電気科学協会、電電気科学会大会で発した。これは、日本最初の磁気記録媒体に関する研究発表であった。東京工業大学100年記念館展示説明より、星野康氏は、 磁気テープの開発を終了すると、視聴覚情報の伝達に磁気記録を利用する研究を始めた。印刷物の理面を磁気記録媒体とし、表に書かれた内容を声で説明する装置、磁気録音読書機トレコーダーの開発を1954年、昭和29年から始め、1957年、昭和32年に完成した。これは、 シンクロリーダーと名付けられ商品化された。1958年、昭和33年ブリュッセルで開催された、万国博覧会の日本館で展示されプレス、報道部門の金賞を獲得した。このシートレコーダーを開発する過程で、録音済みシートを大量に複製する接触時気転写法が考案され、そのマスターシート用の自生体として、コバルトフェライト、 バリウムフェライトなどの高安磁力材料が採用され、メッキ膜などの金属磁性薄膜の検討も行われた。これらの研究は、現在の高密度磁気記録材料開発の先駆を成す、ものであった。東京工業大学100年記念館展示説明より、1909年、明治42年6月18日、群馬県瀬田郡黒骨村、元気粒子黒骨町に、 星野元春の長男、星野家十三代として生まれた。父、玄次、星野家十二代は、元群馬県議会議員で、群馬県会議長を務めた。祖父は、星野長太郎、星野家十一代、星野七郎へ門友ともお安し。星野長太郎の実定で、安氏にとっての王子、祝祖父が、荒井良一郎。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。